皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、じゃん。月商1ヶ月100万と5ヶ月20万。どちらの方が価値がある?キーポイントは〇〇ということについてお伝えしてみたいと思います。月商どれぐらい稼いでいくかっていう部分で、もちろん額が少ないよりは多い方が良かったりするんですけれども、その目指すべきやり方っていうのがあって、それを見誤ると、一瞬こうブレイク爆発するんだけれども、その後すぐに沈んでいっちゃうとか、そういう現象が起こったりします。ですので、これからお話をする、こちらのねテーマを言ってしまうと、5ヶ月20万連続の方が価値があるんですよ。なんで、それがなぜなのか、どういう考え方をしていったらいいのかっていうことを今日はお伝えしてみたいというふうに思っております。では早速本題に入ります。まずですね、月商ですね、このさっきお伝えしたこの数字っていうのは、1ヶ月100万か、もちろん5ヶ月続いてればこの5ヶ月20万の人偉いんですけれども、その1ヶ月でボン100万で次の月からゼロ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 っていう形の人よりは、5ヶ月が安定的に20万稼げてるっていう人はどちらが価値があるのかっていうと、キーポイントは〇〇っていうところの、この〇〇はですね、継続っていう言葉なんですね。で、少ない額だったとしても安定的に継続的にきちんと稼げるっていうタイプの方の方が事業は安定します。で、実際にこれあったお話っていうか、例というか事例なんですけどね。要は例えば、私も企業塾的なものはやっているんですけれども、そこに、少し伸び悩んでるなって思う人が、入ったとするじゃないですか。で、そこでいろんな知恵とかアイデアをもらって、すでに事業をやっている人とかであれば、その自分の積み上げてきた信頼っていうことでお客様がそこにいたりするんですよね。そうすると、例えば商品とか、組み方とか構成、自分では思いつかなかった商品を作ると、それのいた人たちに対して販売する場合には、すでに関係性が構築されているので、一瞬一時的にドカーンって売り上げが上がります。それはすでに自分が作っている財産を、人との交流というか構築っていう信頼関係ですね、この財産がそこにあるものに、みんなが欲しがっているものをちゃんと構築して紹介するだけなので、それでバーッと売り上げが上がるケースがあります。自分が思っても見なかったような、例えば教師の先生とかで10万とかそのあたりをうろうろしてた人が、やっぱ100万とかって売り上がると、もちろん嬉しかったりしますよね。ただ100万とかっていう商品が、100万一発で100万じゃないケースが多いですよね。例えば10万円の、6ヶ月講座とかだったりする場合とかあったりしますよね。そういったものが、例えば10人入ったっていうことで100万円になって、一瞬100万円ドーン入ってきたみたいな状態になることはあるんですけど、実はそれってその1ヶ月分での仕事量なんで、本当は。だから100万入ってきたからといって、100万嬉しくてあちこちに使っちゃうっていうお金の使い方は良くないわけですよね。実際のところが、例えばさっき言ったように10万円が10人だったとしたら、10万円で、例えば6ヶ月コースとかいったら2万円弱、1万8000円ぐらいなのかな、
それぐらいの金額が10人入っただけなので、まあ、18万とか20万なわけですよ本来は。でそれが例えば自分のキャパシティの中でいっぱいいっぱいになっちゃうような稼ぎ方だったとして、その続いて連続で、募集もかけたりする体力と労力がなくなっちゃったりとかして、100万はボーンとある月は稼いだけど、その翌日翌月ゼロゼロゼロとか、そういうようなケースっていうのはよく起こりがちなケースです。で実際に私のところに相談にいらっしゃる方とかでも、その一瞬はうまくいったけれども後が続かないっていうことですね。でこれは別にその企業塾経営塾が悪いわけでもないし、その相談してきてるご本人が悪いわけではないんですよ。悪いっていう言い方変な、まあ見落としてる視点があるって言えばいいんでしょうかね。稼げたこと自体は素晴らしいんですよ。それだけの実力と商品の構成をするスキルがあったっていうことになるので、で売り先がその中の人っていうのは自分がすでに育てている人たちなので、その人数分で募集をかけて興味がある人が手が上がるのが終わっちゃったら当然終わるんですよ。だから商品の構成をするときには、もちろん中の人は自分のファンだから売りやすくて OK なんですけれども、外の人が見た時にでも、うわこれ行きたいとか習いたいとかっていう、新規の人でも反応するように、要は自分の信頼とかがまだ薄い状態だったとしても反応するぐらいにいい商品を作るのがポイントになるんですよね。だからある意味中の人に物が売れるっていうのはある意味当たり前で、自分のファンだったりするので、先生好きっていう人が、まあ、そこのメルマガの会員だったりとか、既存会員さんで残ってるわけだから、逆にそこに売れない商品とかだったら、まあ、新規とはかなり難しいよねっていう、そういう感覚なんですけれども、考え方としてはその中の人に売れるのはある程度当たり前で、外の人の反応をどう取れるかっていうことと、外に向かってのプロモーションですね、ここを、手を休めずにやっていかないといけないんですよ。結構やっぱり100万とかバーンって上がるとわーって上がって嬉しがる人とか多いんですけど、そうするとズドンと落ちますんでね、この上がった時にその例えば、その来てくださる方、新しい講座とかコースだったとしたら、来てくださる方からモニター的に、まあ、お声をいただいたりとかして、ホームページをさらに充実をさせて、でその上で新規の人を引くように宣伝をかけていく。だからこういうなんていうのかな、重ねながらこう動いていくことによってここを安定させるっていうことですね。100万上がっても翌月ゼロ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 っていうことである場合には、もう本当に一発屋さんっていう状態になってしまって、根本的な問題は新規の人がそのまま申し込みたくなるようなところまで作り込みができてないっていうケースがほとんどです。でその安定的に20万でも5ヶ月っていうふうになると、ずっと連続で入ってくるわけですので、その他の人、中の人ももちろんそうなんですけど、外からの人も反応するようにきちんと作られてるっていうことが商品としてはポイントなので、単月で見ればもちろん100万っていうのは価値はあるんですけど、実際にはコースとか何ヶ月とか見てあげるような高額講座、1ヶ月で100万っていう人だったらいいですけど、通常大概そういう商品ってそんな簡単には売れないので、少しずつやっていく人が何人かが一気に入ったっていうだけだったら、お金は入ってくるかもしれないけど、この数ヶ月は取っておくようなイメージですね。でその間にさらに上乗せできるような、まあ、宣伝拡散ですね、それを行っていくっていうのを同時に動かないといけないので、お金が入ってほっとしちゃって集客活動をしなくってゼロになっちゃって、またゼロから
やるっていうのは結構大変なんですよ。集客ができてて満席が続いているような状態にさらに満席になるようにどん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 仕掛けていくっていうのが結構リズムに乗せるのには大事です。でもちろん私自身も既存の方とか例えばそういったことでやっていて落ちた人ないしはそもそもブレイクができてない方とかも含めて引き受けして実際にそんな状況を作ることはできてます。だけれども私が彼女たちに言っているのはこれは既存の人の自分の今まで積んだ信頼を使ってお金に変えてるだけだから勝負は新規ということですっていう話で、だから次のクール2クール目からは基本落ちる可能性が高いから、その今入ってきてくださってる方がいて満席状態が続いているうちに水面下でその新規の人をちゃんと呼ぶための準備と構築をしておいた方がいいですよっていうことで、まあやったことがないことで浮かれがちなんですね。そのボーンブレイクしてっていうその瞬間に私は皆さんにそういう話をしている。そしてその1個目の一番最初の皮切りのレッスンに関しては瞬時で満席になるようにっていうことでいろんなプロモーションを教えてます。中の人にプロモーションするにしても本人に言わせるとそこまでやるんですかっていう細かいことをやらせます。一瞬で満席にしたいから。結局満席にするためにっていうのは基本認知と告知が必要で、これしつこくやると嫌われるじゃないですか。だからオンリーワンってその人に向けてだけ必要なポイントを、その講座の中でその人にとって必要なポイントを特に書き出した状態でこんな講座ができましたよっていう案内を一人一人にしていくっていうことが、まあ、一つポイントになるんですけどね。一斉配信する前に見込みが高そうで講座に興味を持ってくれそうな中にいる人に関してはそういう施策をしたりする必要があります。でそのまめな形の下準備をしといて発表と同時にほぼ満席バーッと作っていくと、それを見た、まあ、一般の人とかはそんな講座があったの、うわ満席やっぱり人気なんだ、次回急がなくっちゃっていう感じで、まあ本当に内容がいい講座を作ってるのが大前提なんですけど、よくクールとかのキャンセル待ちとかを持っていたりとか、次の時には行きたいですっていう問い合わせの方も漏らさずちゃんと受け止めるような体制を作っておくとか、そういうことができるようにちゃんとやらないといけないんですよね。だからそのロジックとか仕掛けをきちんとした上でリリースをして、で次の人って続くように継続的に仕掛けをしていかないといけないです。で今の話を聞いて若干分かった人は分かったかもしれないんですけれども、事業がどれぐらい長くうまく回転的に続いていくかっていうと、新規の人はもちろんまあ追いかける必要はあるんですが、新規といってもうっすらでもいいから自分と信頼関係ができている人に対して告知をして、でその人たちが入ってくれるっていうのが一番お互いにとって嬉しいんですよ。ウィンウィンの状態。見ず知らず通りすがりの人に告知をしても反応しないのが普通なんですよ。私はよく言うのが、で今あなたのね教室のパンフレットチラシこういうのね作ったとして駅前で配ったらどれぐらいの人が反応すると思いますみたいな話です。まあちょっと お母さん風の女の人、まあ、男の人には多分配らないと思うんですけど、でそうやって配ってっていう風にして教室に果たして来るかっていうと、まあほとんど来ないですよね。それは信頼関係がないから。でインターネット上でも外向きにただただ発信するっていうのはほぼそれに似たような状態を作ってるのと一緒なんですよね。誰かで構わず、まあ、見てくれて反応してくれる人が反応してくれるっていうことなので、ですから普段から自分にちょっとでも興味がある人に対して発信を続けておく、信頼関係を作っておくと安定的に事業は継続していくんですよね。ということはキーポイントはファン作りです。だから、
メールマガでもいいですし LINE とかでも構わないんですけど、自分の発信を喜んで見てくれる人、聞いてくれる人っていうファンを作っておく必要があります。まあ数が多いほどいいんですけど、ここも注意しなきゃいけないのが、薄い人すっごいたくさんでもあんま意味がなくて、本当にその情報を知りたくていずれ見込みになるっていうタイプのレベルのぐらいの人は持っとく必要があります。できればファン1000人っていうのが一つの基準値、3000とか5000になるともっと楽に、事業がうまく回っていく確率が高くなります。もちろん100人でも構わないんですが、100人の場合にはめちゃめちゃ濃い100人じゃないと、自分が作りたい事業規模一周6ヶ月一周しちゃったら、ね、次の人がすぐそこに見込み顧客がいるとは限らないから、まあ1000人ぐらい欲しいなっていうのは、普段の活動ができてるかできてないかっていうのが非常に大きなポイントになってきます。ですので、まあ最後まとめますと、まあこちらの、ね、今日の主題、月商1ヶ月と5ヶ月20万どちらの方が価値があるっていうことは、まあ、継続がポイントになるので、淡々と1ヶ月100万で終わってしまう人よりは5ヶ月20万の人が価値がある。キーポイントは、それを上げ続ける安定的な仕組み作りを普段からファン化をして、お客様と馴染んでコミュニケーションが取れてるかっていうのがキーポイントになります。見ず知らずの人よりも自分をちょっと知ってる人の方が商品は買ってくれます。ということで、普段からのルーティンを結構見直して大事にしてほしいなというふうに思ってます。以上になります。それでは。